東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？FC 町田ゼルビアが敵地でレノファ山口 FC 鬼の0で下した。退場者を出す苦しい展開となったが、2点のリードを守り抜いた。4期ぶりとなる J2 を戦っている町田。同じ J2 昇格を果たしたライバルを相手に今季初勝利を挙げた。先制点は前半のうちに決まった。前半40分、攻撃参加でエリア内に入ったディフェンダー時田浩平がディフェンダー小池龍太に倒されて PK を獲得。これをフォワードな鹿島勇樹がゴールキーパーに読まれながらもコースをついたシュートを決めて試合を動かした。中島は2試合連続ゴールになった。後半に入ってすぐにも町田は山口を突き放す。ミッドフィルダー矢沢達也がゴール前に入れたボールがディフェンダーのクリアによってこぼれる。これがミッドフィルダー鈴木貴文の足元に入ると得意の左足でゴールネットを揺らした。2点ビハインドを背負った山口にも追い風が吹く。後半10分に裏に抜け出そうとしたフォワード岸田和人がディフェンダー有園慎吾に倒される。このプレーで清水隼人主審は迷わず有園にレッドカードを提示。山口は残り時間を数的優位で戦うことになった。しかし山口は押し込みながらもゴールを奪うことができない。後半27分の右コーナーキックを合わせた岸田のヘッドもサイドネットに外れた。山口は今季初の無得点で初黒星を喫した。